長福寺は愛知県名古屋市緑区にある西山浄土宗の寺院である。三号を和光山、陰号を天沢院と称する。本尊は阿弥陀如来である。1560年6月12日の桶狭間の戦いにおいて廃止した今川義元の供養寺として知られている。長州雑誌には、美濃国山形郡溝の口村にある寺恩寺の末寺と、ある。 海産は、室町時代後期の1538年、全空南立商人によるといい、桶狭間の戦いの折には当地に到着した今川勢を共応し、牢をねぎらったという逸話を持つ。ただし、長州雑誌によるところの全空南立の没年は1701年とあり、室町時代後期の海産からその島での期間が、少なくとも160人以上を数えるというのは、 不合理であるため、彼は、江戸時代初期の僧侶であり、当時衰退していた、長福寺を建て直した中高の解散としてその名を、残しているとする見方もある。尾張淳高期においても、長福寺早々の由来は、知れず、中高解散が全ゾラミナミ立であるとしている。また、長福寺の創建は、天文期ではなく桶狭間の戦いの後の1569年だと、する説もあるが、 室町時代後期という時期は共通している。なお、桶狭間の地には古く、悲観商人という日蓮宗弘本山北っ京寺の僧侶が道場を開いて京家にあたっていたという伝承があり、北っ寺と呼ばれたその道場がいつしか追い分けに移転し、廃寺になっていたところに再興されたのが、蝶福寺だとする見解を、有松町氏は示している。 いずれにせよ、桶狭間の戦いの時点で、北家寺であれ、長福寺であれ、当地に寺が存在していた可能性はある。18世紀初頭には、後輩が進んでいたとされるが、1740年に、住職となった三竹商人が道具をすべて採築したという。天明年間には、火災が起き、地方消失の浮き目にあっている。境内には、本堂、薬師堂、観音堂、 狩猟などの道具があり、境内南側に、蓮池と呼ばれる、北条池が、境内の東欧に墓地が広がっている。山門から入った付近に、大杉が一本立ちそびえているが、伝承では、今川義元の茶坊主であった、林亜美が、この場所で主君の首実験を命ぜられたという。大杉は、供養杉として、長らく境内にあったが、1959年の、 伊勢湾台風によって倒れ、現在は二代目である。なお、林亜美は許されて故郷に帰ったが、後に、エコーのために当時を訪れた際に収めた、阿弥陀如来が、現在の本尊であるという。伝承の真偽のほどは不明だが、当本尊が、漢文年間より以前から、長福寺に安置されていたことは確実である。時報として、今川義元及び松井宗信の木像があり、 その旨を示す氷柱が境内に立っている。また、桶狭間が戦機、鎧、槍などを所蔵している。長福寺の近隣にはため池、大池があり、これを水源とする境川水系倉長瀬川が山道を分断し、現在は暗渠化されているものの、かつては浄土橋と呼ばれる橋がかかっていたという。桶狭間の戦いの折、この川は地で真っ赤に染まり、 馬の蔵の流れる様子から蔵流瀬川と名付けられたとも言われる。浄土教という名にも大量の戦死者への供養の意が込められていたという。長福寺の所在地である桶狭間はかつて桶狭間、桶狭間、桶狭間などと記され、下軍に所属する終わり半量の村であった。1878年に桶狭間の表記に統一されるとともに、 同軍共和村の一部になったが1881年に再び分村し、独立。1889年には、市政、町村政志向に伴う桶狭間村となるものの、極度の財政難から単独で存続することが叶わず1892年には、再度共和村の一部となる。1893年に、共和村から離脱し、有松町に編入。 旧有松町は、有松町大技有松に、桶狭間村は、有松町大技桶狭間となる。1964年12月1日、有松町は、大高町と共に名古屋市と合併、緑区に編入され、桶狭間は名古屋市緑区、有松町大技桶狭間となる。2010年11月6日には、緑区内で町名及び、町会の変更が実施されたことに伴い、 長福寺の地籍も緑区、有松町大技桶狭間浅寺前14番地から、緑区桶狭間427番地に変更されている。参道沿いには参拝者用の駐車場がある。公共交通機関を利用する場合は、名鉄名古屋本線、有松駅にある、名古屋市営バス、名鉄有松バス停から、有松12号系統あるいは、緑巡回系統に乗車し、 桶狭間でラマエバス停で降車する3月現在。なお、長福寺周辺には、桶狭間の戦いにまつわる史跡が多く点在し、有松駅を起点もしくは終点として、徒歩で史跡を巡りながら、長福寺を訪れる参拝者、観光客も多い。1789年に観光された、全百巻に及ぶ終わり藩の博物史である。現在の岐阜市溝の口付近に相当する。 1822年に成立した樋口義古による終わり藩の地史である。現在の大府市追分町付近に相当する原神作と言われる。ありがとうございます。